京都府第二区は1947年から1993年まで施行された日本の衆議院選挙区である。定員は5であった。第32回から第39回の総選挙にかけ、全職候補が一人ずつ落選するというジンクスがあった。現在は京都3区、京都4区、京都5区、京都6区に分かれている。丹後半島から 南山城地域までを選挙区とする広大な選挙区であった。中選挙区成果で日本共産党が複数候補を立てたことのある数少ない選挙区である。第40回衆議院議員総選挙当時は以下の自治体が該当する。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。当日有権者数132万797人。投票率64.79%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数125万3680人。投票率70.93%第38回衆議院議員。 総選挙7月6日、執行当日有権者数、119万1486人、投票率 65.、65.63%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、115万3188人、投票率 68.、68.51%第36回衆議院、議員補欠選挙8月7日、 執行当日有権者数、人投票率 41.、41.37%。第36回衆議院議員総選挙6月22日執行、当日有権者数、109万442人、投票率 71.、71.59%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数、107万8182人。 投票率 64.、64.51%第34回衆議院、議員補欠選挙1月14日、執行当日有権者数、人投票率 49.、49.26%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、103万1666人、投票率 70.、70.07%第33回衆議院議員、 総選挙12月10日執行当日有権者数939434人投票率70.35%第32回衆議院議員総選挙12月27日執行当日有権者数85万163人投票率67.14%第31回衆議院議員 総選挙1月29日執行当日有権者数73万1781人投票率67.21%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数65万9802人投票率65.74%第29回衆議院議員 総選挙11月20日執行当日有権者数60万5326人投票率71.17%第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数人投票率第27回衆議院議員総選挙2月27日執行当日有権者数 人投票率、第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、人投票率、第25回衆議院議員総選挙10月1日執行、当日有権者数、人投票率、第24回衆議院議員総選挙1月23日執行、当日有権者数、人投票率、第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、 当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。